白い水しぶきが暗闇に浮かび上がります。ここは薩摩川内市日脇町一日野の藤本滝です。藤本滝は高さが上の段が21メートル、下の段が5メートルほどあり、市の景観重要資産にもなっています。滝のライトアップはお盆の時期に合わせて毎年行われていて、涼を求めて多くの人が見に訪れていました。もう県内、県外、もういろんな方が来てらっしゃって、いろんなところで宣伝していただいて、まあ、地元の受け入れの方が追いつかないと。ライトアップは明日まで行われます。時間は午後7時から午後9時までです。撮影は市木串木野市のふるさと特派員小島忠義さんでした。